さあ、あとキャラクターが何出てない、あとはゲームモとブラピだ。で、ブラピはオールスター勝ち抜きとかだったよね。オールスターか、簡単俺オールスターやったことないんだけど、簡単これねえ。オールスター普通で攻略、普通マリオで勝てんだろ。ただマリオで行ってみようか。ダックハントはもう出た、よし、まあ、サクッと行っちゃうか。よし、おーい、僕マジオス出た出た、もうウィー、お前らもっと攻撃してこいよ。このステージさ、めっちゃかっこよくない？めっちゃかっこよくない？なんかドラゴンがやばいってやつ。ふい、ウィスマッシュ出た、レッグーザー、うわー、かっけー、戦えお前ら、よし、ふい、どうせちっこー、よし、おいじゃー、おっぽよー、大勝利。40円しかくんねんの、は？あ、新しい作品からどんどんとあれだ、遡っていくんだっけ、オールスターって。今出てきたやつらは全員新しい作品のキャラクターたちですね。フィギュア拾えよって。え？フィギュアとかあんの？あの、言ってよみんな！ちょっと待って、俺オールスター初めてなんだよみんな。なんかフィギュアがあって拾わっとかないと あかんの？オッケーオッケー、了解です。フィギダラになります、今日は。今日の僕はフィギダラ。明日の僕へ、明日の僕もフィギダラ。みんなフィギダラ。すげえちょっと食らってる。レジステルっていう、ねえ、なんかポケモンだっけ。おお、なにこれ、ほいほい、出店2000年ぐらいまでだっけ今。うっか、ぶれ、もっと喧嘩しろお前ら、早く早く死んどけ、マリオ、よし、痛い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 、お前らなんか仲良くしろよもっと、うい、よし、ずるいよ。え、な、俺全然吹っ飛ばねえんだけど、なんか変な薬やってんのかな俺。ねえ、ほら100、わー、吹っ飛ぶ、なんだよそれ吹っ飛ばねえのかなって、俺のなんか幻想を返してほしい。出て出て行こう。あ、これ今レジスチルの怨念？あいつのせいなの？許すな！最新ゲームたちのね、やつらをまずぶっ潰そう。お前らみたいなクソダコなんかに負けねえんだよ、ほらほら、死んどけ死んどけ、ビーフィットトレーナー、はい、死んどけ死んどけ、はい、ロゼッチ行こう、はいはい、おつぽよ、強いぞい、歴史が浅い連中の中に負けっか、出てて、なめんな、どこのフィギュア、あ、おった、これ何、誰やお前、こういったとこにないの、なんかなんもないこれ回復アイテムじゃん。あ、奥になんかフィギュア飾られてる、あいつらざまあねえぜ、行くか、2006年から2001年、行ってきます、レディーゴー、さっさとしんどげー、いて、よいしょー、さあ、トゥーリング、トゥーリングも結構最近なんだね、風のタクトが最初だっけ、よし、うい、なんかもっと昔からいたようなイメージあるけどね、よいしょ、さあ、あと村人だけですね、
さあ村人出てきたのはね、任天堂64のね、動物の森ですよね。衝撃の作品でした。僕もね、当時はクソハマってました。よし、まあ、64自体がな、神だったからな。よし、さあここもクリアです。次行こうか。フィギュア何何これ。気持ち悪いな。じゃあ次、1998年から1994年、ポケモン発売ですね。マザー発売、ドンキーコング、スーパーファミコンのドンキーコング発売とかでしょうかね、ここは。行ってきます。時岡もあったね。行くぞ。ふぅ。いいね、このステージ。この世代は多分ね、うちのリスナーでも多いんじゃないかな。俺もどっちかって言ったら、ここが直撃じゃねえかなっていう。いてほい。でーほい。さあ、リザード。ポケモンばっかりじゃねえか。これを混ぜろよ。よし。ディ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 。飛べ飛べ飛べ。ほい。あ、ディ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 。転がっていこう。いや、痛い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 。ディディコングってやっぱ強いのかな。よいしょ。なんか最近すごい評価高いらしいよね。消え去れ、あ、くそ、消え去れー、ふー、あとネスだけーす。よいしょ、おつぽよー。イェイ。さ、さっきのはサムラ、サライモシってやつですね。はぁ、あ。何これ、わからん。あ、出た !1993 年、91年。ね。カービィ、ソニック、フォックス。ね。メタナイトもいる。どうする、みんな。取った方がいいな、アイテム。1個。食べよう。おいっち。行ってきます。頑張るぞ、おい。色かぶってんだけど、あいつ。色じゃねえわ。キャラかぶってんだけど。逮捕だわこれ。ちょ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 、すげえ食らってる。これダメージあまり食らっちゃいけねえってのがなんかむずいよな。すげえ吹っ飛んでたあいつら。よいしょー。さああと2匹だけ。おっとと、カービィ、ソニック、ダイーンと。よし、カービィだけ避けやがる、あいつ。さすがライバル。よし、さあソニックやっつけて、カービィも死ぬが良い。よし、100まで貯めた方がいいかもしれんて。オッケー。次、1990年から96年、ね、ヨッシー、ロックマン、ね、パルテナ、ピットくん、マルス、ファルコン、 F0 とか発売だね。ファミコンの、ファミコン、スーファミ、これってわからん。まあ、いい作品が多い時代ですよ、ここは。よし。あいつらでチーム扱いになってるのかな、これって。よくわかんないな。おうおうおう、地面やってよかった。死ね！ちょ、待って、ほんと、まずいって言ってんでしょ？消え去れ！あとはお前だけ。もう帰ってくんな。じゃあなー。どうした？でででで。あー、ぶんね、お前マジで。ちょっと、パルテナさんはよし。で、おつぽよー。まだ生きてるか、あいつ。ほい。よっしゃ、消えろ。あ、ちょっと怖い。よし。で、これで、何取ったらいいの、俺は。お前また、妖精取ったらいいの、これ。おぉ、うまい。100しか回復しねえんだ、あいつ。で、次は、1986年、85年ですね。クッパ、ピーチ姫、ゼルダ、ね、リンク、サムス、登場ですね。行こうか。まだ生まれてないって。ね。俺もこう生まれてないんですけど、この時は。よし。生まれる前から、このキャラクターたちはいたっていう。すげえよな、もう。おい、消え去れ。へやーって言うよ。へやー、痛い痛い痛い。なんかすごい出てきた。よし、
スカイロフトはここ。ほい。消えろー、お前で終わりじゃーい、ピーチ姫。ドーン。よし。ピーチ姫30歳過ぎてる？アラサだ。え、なんこのフィギュア全部同じじゃん、全部。なんだよ、これ。さあ、ここでリトルマック、ルイージ、ドンキー、マリオ、パックマンっていうクソ古い奴らですね。行くか。勝つぞい。よし。危ない、ドンキーさん。リトルマックドさん、なんで色そんな感じなの？ねえ。よし。よいしょ、スマッシュ3連発。あ、マリオブラザーズ。マリオにパックマンたちってなんか、壮観ですね、これ。うい。BCM これかよ。さあ、まずね、落とすのはもちろん弟くん。いや、さあ、マリオもやっつけて、残ったのはパックマン！一番古いのってパックマンだっけ？わからへん。よし。勝ちマリオ。いやいや、あ、ファイナルリザルト、もう終わりなんだ、これで。はーん。なんやこれ。何今のフィギュア。なんかもらいましたね。爆弾抱えてる。あ、これ、デデデで勝ったらもらえるフィギュア。あ、最後の切り札のやつか。デデデの。あ、各キャラクター最後の切り札フィギュア。あ、イラストも違うじゃん、これ。すごいな。これちょっと嬉しいね。ちょ、見よう。これ、あんま興味なかったけど、このシリーズ。いいね、これは。よし。うわあ！おい。結構大変や、これ。よし。ウェビーしてみて、これでしょ？ドゥルルルルルってやつでしょ？ドゥルル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 って落ちた。いでよいしょ。よいしょ。いっぱい飛べるから強いぞ、これは。よし。デデデのハンマーの中にヨッシーがいるってやつ？どういう状況だよ。どっか米火落ちちゃった、ごめん。よいしょ。おお。これもうめんどくさくなってきた、みんな。みんなめんどくさくなってきた。すごいめんどくさい、みんな。どうしたらいい？男の子だから仕方ないよね、めんどくさくなるの。あとどこだよ。多分ね、死んだのはね、俺の米筆で映ってないの、今アリーナだわ。ごめんな。米ジェネでは映ってるかもしんねえけど、全く俺見えてねえ、今。悪い。元気出してくれ。よし。うん。あれ？ここは？ソラ！お前ら、ここ！ここ！あ、でも全部埋めてくれてありがとう。イエーイ。おやすみ。99円。ちょっと足りんかった。じゃあ、アリーナ戻さなあかん。アリーナ怒ら、ヤクザやからな、あいつ。よし、帰ってきたよ、アリーナ。挑戦者が現れました、ブラッピー。行くぞ。ブラッピー勝負じゃ。おれ、ブラッピーしてるか。お前、映画俳優みたいな名前してんじゃねえよ。おい、
よいしょ。やめなさい。おう。でーす、くそ消えろ。黒いコナン君、確かに。よいしょ。いてぇ。早く死んでよ。ほーい。結構耐えるな、こいつ。痛いって、お前。でぇー、ちょっと。はしご登ろう。はしご。イエーイ。死ぬが良い。そう。結構巻きそう、巻きそう、巻きそう。いやいやいや、刺さる刺さる刺さる。まずい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 。消えろー。ブラッドピット参戦。ブラッドピットじゃない、ブラックピット。オールスターをクリアする。ビクティニー獲得した。普通以上でクリアする。やったぜ。かわいい。何を撃ったんでしょう、弾を。あ、弾読みよう。弾って言っちゃった。はい、あとは、ゲーム&ウォッチだけなんですけど、ゲーム&ウォッチって何で出るの？ねえ。おじさんのキーの弾。これな、ドンキーコングのキーの弾。1万ゴールド。シンプル5人か80回以上対戦か。やっぱ80対戦だな、ゲーマドッチは。ちょ、しんどいわ。よし。さあ、イベントバトルやっていきたいと思います。残ってるの埋めていこう。お、隠し。行きましょう。はい。さあ、隠しルートが何個かオープンしましたね。スピード強な奴ら。スピードに見つめられた奴が集結。最速で型をつけてやれよっていう。行きましょうか。言えるとおすすめ。あーっと行く、あっと行く、ね、全部終わらせよう。どこ、はやはや、なんか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 はや、なになに、このゲームスピード。おかしおかしおかし、みなさん、はい、頑張れ頑張れ、行くぞ。あ、ちょっと何も喋ることができないと、ビーで食べてドンだって。あ、やられるぞ、よし、行こう。上スマッシュして、よしよし、下スマッシュして、ダメだ、横ビー食らって死ぬ、やばいやばい、上スマッシュ、上スマッシュ、上スマッシュ、とりあえず上スマッシュして、まだ生きてる、まだ生きてる。こうやったら、ウエスマッシュ。いかない、ウエスマッシュ、ドン、ウエスマッシュ、ウエスマッシュ、ウエスマッシュ、ドン、ウエスマッシュ、ウエスマッシュ、ドン。勝ったぞい。楽勝。1秒ダメだった。しんど。まあ、いいや。さあ、500ゴールド獲得です。